お願いいたします。それではここで小久保選手よりファンの皆様にご挨拶を申し上げます。まずはじめに今日このような形で引退セレモニーを用意していただきました福岡ソフトバンクホークス球団に心から感謝御礼申し上げます。ありがとうございました。サプライズとして3万人を超える人からのハッピーバースデー合唱もう二度と聞くことはないと思います。心に染みました。ありがとうございました。プロに入って19年間大ホークスジャイアンツそしてソフトバンクホークスとその間指導していただいた監督コーチそして遅くまで練習を付き合ってくれた球団スタッフの皆さん何より優勝を目指して共に戦ったチームメイト全ての方々にこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。中でも2年目の王監督との出会いこれは僕のプロ野球人生にとっての転機となりました。技術的なことはもちろんこれはプロとしての考え方生き方厳しさ心構えそういうものを全て王監督から教わりました。今僕の中にもその血が流れています。今日王監督、王会長ありがとうございました。今日41歳になりました。朝の7時過ぎに生まれたらしいです。7月14日に続き、今日も母親が観戦に来ました。女一つでこれだけ強い体に乗ってもらいここまで育ってもらい野球との出会いを与えてくれた母親に心から感謝します。今日まで常に高い理想を追い求めてきました。自分が納得する成績を残してもまだ上があるまだ何かできるんじゃないかと思いながらここまで歩んできましたが昨年400号本塁打そして今年の2000本安打と理想が実現し次々現実となってきました。その中で理想はあくまでも理想であって追い求めるところに成長があるそのように感じました。ユニフォームを着て自分の将来の現役選手としての理想を描くことができなくなりました。それが理由で今年潔くユニフォームを脱ぎます。最後になりますがファンの皆さん19年前にこの縁もゆかりもない
岡を略指名させていただき、これだけの温かいファンの前でプレーできたこと、本当に誇りに思い、感謝の気持ちでいっぱいです。たくさん怪我をしましたが、その度にまたこのユニフォームを着て、このグラウンドに帰ってくる、その強い気持ちがあったから、たくさんの怪我を乗り越えることができました。今年は残念ながら、パ・リーグ3連覇を達成できませんでしたが、まだこのホームユニフォームを着て皆様の前でプレーできるチャンスは残っています。さっき選手みんなが一人一人決意を語ったように、僕自身ももう一度皆さんの前でこのユニフォームを着てプレーできる日を目標にクライマックスを戦ってきます。